久保さん、今回はライにしましょうか未来のライライっていうのはこちらに近づいてくる来る来させる来たすっていうなんか読み方があるらしいんですけどまあ僕はね最初からでもあのーうん未来を想定してまあそこの会社に入りましたからねまあ当時ねまあアルバイトしてて あのニートからお金なくなってアルバイト始めて、でそのアルバイトのトところでもめちゃめちゃ頑張ってたんですけども、頑張ってた結果、そこでもね、タイムカードをね、伝説を作ったんですけど、タイムカード全部無遅刻、無欠席で30日、1ヶ月全部埋めるっていうね、前人未到のね、錬金術師っていうね、あのバイト仲間からね、吉田さん、錬金術師ですねって、錬金っていうね、相当錬金しましたね。 で、まあ、それだけやるやつは、その、バイトの中ではいないですよね。30日間、無遅刻、無欠席で、全部のタイムカード埋めるやつなんか、まあ、いないので、前人未到ですよね。もう、相当やったんですよね。まあ、目標があって、200万貯めるぞ、みたいな、あの、あったんで、もう、とりあえず、働けるんだったら働かせてくれっ、つって、もう、相当やったんですけど。 で,でも、そんだけやったから、やっぱ評価されて、あの、まあちょっと管,その管理というかね、まあ正社員というか、まあちょっと上のポジショニングやらないかっていうオファーがあったんですけども、だ2つあったんですよ。そのネットの,その,よあの、そっのか今、前の会社に就職するか、そのバイト先で、その、まあの、アップデートするかっていう、まあ2曲があったんだけども、もちろんこっちの方が給料いいですよ、100%。 うん、だけど、あのー、こっちを選びました。で、なんでこっちを選んだかっていうと、うん、先を考えたわけですね。自分でその先を考えたときに、ネットで何か稼げるスキルがあった方がいいよねと。少なくてもこ、これは、バイトしてるやつっていうのは、給料を確かに高くもらえたとしても、将来先がね、自分が想定してる、イメージしてる未来は手に入れられないんじゃないかなと思ったんで、あの未知の世界に飛び込みましたよ。 ね、でその結果今に至るんですけどだから、まあ、そ,のその時にもし僕が目先のね給料が高い方正社員みたいなところで選んでたらああ多分今ないですねでもこっちに行く時は僕はあの面接する時に給,給料いらないですって面接しに行きましたからねもう給料いらなくてもいいんでとりあえず泊まり込みで働かしてくれみたいなやる気何も持ってないからやる気はありますっつって面接に臨んだんですよ 何もないから、やる気はありますと。だから給料なくてもいいんで働かしてくださいみたいな。泊まり込みできますかみたいな。みたいな、もうやる気しかないから、まあ、やる気をアピールした結果、まあ採用していただいて。あのー、まあ後々聞いたんですけど、なんでその即戦力じゃなくて、その初心者の僕みたいな取ったんですかっったら、まあやる気大事だろうみたいな。てかやる気が全てじゃねみたいななんか言われて、なんかありがたかったんですけどね。 でも一週間くらい連絡が来なかったんで、落ちたかなと思ったんですけど <laughs>。しかもね、未だに覚えてるんですけど、僕深夜のバイトしてたんですよね、その時。で、その深夜、深夜明けに面接しに行ったんですよ。もう深夜明けに <laughs>。まあずっと働いてましたから。だからその、面接だから休むっていうね、そういう概念もなかったんで、とりあえずもう働いて、まあ受かるかもどうかも分かんなかったしね。だからちゃんと働いた後、深夜だったらがっつり働いた後面接しに行くっていうね。そう。 なんかぼーっとしてたんですけどとりあえずやる気ありますみたいな <laughs> 懐かしいですねでも未来はもう決まっていましたね言ってらっしゃい